さあ皆さん今日は古代オリエント世界の第三回目の授業です今までメソポタミアエジプトという地域を一緒に勉強してきましたけれども今日はこの両地域の文化について見ていきたいと思いますまず文化を見るにあたって今日はポイントが三つありますこちらいいですかこの三つのポイントをですね一緒に確認していきながら メソポタミアエジプトの文化の違いについて理解していきましょうではまずポイントの1点目こちらですメソポタミアとエジプトの宗教ってて書いてあるところですねエジプトではなぜミイラが作られたのかというところなんですエジプトの人は遺体をミイラにしていくんですねこのミイラは一体何なのかというところそして2点目 エジプトもメソポタミアもともに文字を使用しますこの両地域では使った文字を何に刻んだのかなに注目していただきたいそして三点目こちら技術の発達ですメソポタミアとエジプトでは発達する技術に大きな違いがあるんだよというところ なのでこの3点を通して今からですね一緒に両地域の文化を見ていきたいと思いますさあまずはポイントの1点目メソポタミアとエジプトの宗教について見ていきたいと思います。ままずはメソポタミアの宗教についいてて見ていきましょうさあ メソポタミアの宗教を見ていくにあたってまず皆さんに見てほしいのがこちらです。はい、こちらの建物をジグラトと呼ぶんです、ね、まあ聖なる塔という意味なんですけれどもこれシュメール人たたちが各地に建てたものなんです何のために建てたかというと自分たちの神を祀るいわゆる神殿みたいなものですね。感覚で 建てたと言われていますあちこちで見つかったんです各地に建てたということは次のようなことが分かります多神教であったということなんです複数の神々を信仰する宗教のことを多神教って言うんですけれどもメソポタミアは多神教の地域であったということなんですね続きましてエジプトの宗教はこちらです エジプトの宗教を見ていくにあたってまず参考にしてほしいのがこちら今写真が出てきましたこれ死者の書と呼ばれるんですね。死者の書というのは一体何かオシリスの審判に備えて服装するこれが死者の書です。このオシリスって一体何ぞやと ちょっと写真を一緒に見ていきましょうこの写真これこの今一番端に立っているこいつですねこれがオシリスと呼ばれる神様なんですでは戻りますこのオシリスはこちら死と復活の神人が死にましたするとその魂はオシリスのところに行くんです オシリスはその魂を次に復活させてまた人間に戻してあげるか否かを判断するというわけなんですね。でもねオシリスって全ての人を見ていたわけじゃないいのでわからないんですよ君誰っていう人も来るわけです。なのでこの「死者の書」というのは一体何のために作られたのかといいますとこれは生前の行い。 この人が生きている時に一体どういうことをしたのかっていうのを記したのが死者の書そしてオシリスの審判にに備えてて一緒に埋めてあげるっていうわけなんですこのように今オシリスを紹介しましたけれども前回のエジプトの歴史の中でラーとかアモンとかアトンっていう神様も紹介しましたよね。 このようにエジプトも同じく多神教の地域だと言えるわけでございますそこで皆さん1点オシリスによって君復活していいよって言われたとき魂は戻ってきます魂は戻ってくるんだけど戻ってくる体がないとですね意味がないんですなのでエジプト人次行きましょう こちらご覧くださいミイラを作ったんです死体を保存する腐らないように保存する方法を編み出したんですなのでこのミイラっていうのは魂が帰ってくるためのものなんですねちなみに王様のミイラとかだったら盗まれたら大変なんですなのでこちらスフィンクスね、ピラミッドの向かいにスフィンクスというのが作られてですね王の ミイラを守るという意味で作られたと言われていますこのように同じ多神教な地域なんですけれどもエジプト人の場合は自分たちがいつか復活するからという考え方を持っていたと言われますこれがメソポタミアとエジプトの宗教の違いでしたそれではポイントの二点目です 今度はメソポタミアとエジプトで使用された文字と一体どういうものに刻まれていたのかというお話です先ほどと同じようにまずはメソポタミアから見ていきたいと思いますではメソポタミアで使用されていた文字がこちらですくさび型文字と言いますこのくさび型文字というのはシュメール人たちが作った文字なんです彼らが開発してから メソポタミア広い地域に浸透していった文字、そしてこのくさび型文字はこちら。粘土板に刻まれていたんですね。イメージとしましては紙粘土にヘタか何かでこう傷をつけて刻んでいくイメージです。このようにして文字を記録していたというわけなんですね。で、ちょっと細かいんですけれども、この メソポタミアで使われていたくさび型文字、現在解読が進んでいます。こちら、ちょっと細かいですよ。ベヒストゥン碑文と言って、イギリスのローリンソンによってくさび型文字が解読されています。なので、皆さんはまずはくさび型文字を使い粘土板に刻んでいたんだっていうのをしっかりと覚えてください。では続いてエジプトに移ります。 エジ,プトではエジプトにはですね2つの文字がありますまずは神聖文字ヒエログリフこの文字は主に神殿やお墓などに刻まれた文字です。なかななかか複雑な字体を持っているんですねでさらにその下民謡文字デモティックってあるんですけれどもこのヒエログリフを単純化して書いた文字なんです。 なので、一般的に使われる便宜的に使われる文字として使用されています。で、さらにヒエログリフやデモティックは主にこちら。パピルスと呼ばれるものにですね。記されていたんです。このパピルスというのは草の茎の部分をですね。こうばーっと何度も重ねていって紙のようにしていくわけなんです。 ちなみに英語でペーパーと言いますよね紙のことペーパーの語源にもなってるものなんですなので一種の紙だと思っておくといいでしょうちなみにこのエジプトで使われた文字解読が進んでるんですこちらロゼッタストーンって書いてあるところを見てくださいちなみにこのロゼッタストーンちょっと面白いので一緒に写真を見ましょうすると まずこのロゼッタストーンなんですけれどもこれ皆さん見えますでしょうか大体こういう分かれ方なんですけれども上段中段下段で内容は同じなのに使われている文文字字がが違違ううんんででですす上段中段下段中下で,では戻りましょう。 その文字3つが神聖文字民謡文字そして最後こちらギリシア文字というんんでですすね書かれている内容は同じなんです最初どう読んでいいのか分かんなかったんですけれどもこのロゼッタストーン一番下にギリシャ文字が書かれているこの文字と照らし合わせながら 解読を進めたのがシャンポリオンという人なんですね。なのでこのシャンポリオンさんが神聖文字の解読に成功したというわけなんですメソポタミアでもエジプトでも使っている文字も違えば記される方法も違うなのでしっかりとメソポタミアエジプトと分けて覚えていかなければなりません さあそれではポイントの3点目メソポタミアエジプトで独自に発達した技術のお話ですまずメソポタミアの技術なんですけれども最初にこちらをご覧ください60進法と言います60を1つの単位の基準としていくものなんですけれども例えば角度や時間の単位それこそ時間でイメージしてもらったらいいんじゃないですか 60秒で1分60分で1時間って形で変わっていきますよねああいうのを60進法というわけですさらにその下退院歴,とです退院歴基準はこちら月の満ち欠けです月の満ち欠け月の満ち欠けを基準にして使う暦のことを退院歴と言いますで実際に現在1年365日ですけれども 退院歴はちょっと足りないんですね。一年がだ大体三百五十日程度だと言われています。はい、なので、月の満ち欠けを基準にして作った暦が退院歴。そして、意外かもしれないんですけれども、こちら。一週七日生、これもメソポタミアで生まれた概念なんです。このように、六十進法、そして退院歴。そして、一週七日生。これが、まず、メソポタミアで生まれた技術なんですね。 で似てるから気をつけましょう次のエジプトですどうぞメソポタミアが60進法であったのに対しエジプトは10進法っていうんですね主に長さの単位になります例えば10ミリで1センチという形ですねなのでこの長さの単位になっていくのが10進法ですさらにその下 メソポタミアが大院暦であったのに対しエジプトは太陽暦です。いいですかでこの太陽暦っていうのは1年を日としたものなんです太陽が昇ってから沈んでいくこれを基準にして作っているものなんですね。なので太陽暦と呼ばれてますでさらにこちらアマルナ美術。 という独特な美術が発達したんですねで、このアマルナ美術とは一体どういうものか自由で写実的こちらですこの自由で写実的実はエジプトにしては珍しい美術の一つなんですエジプトの絵とかって全部宗教チックなんですよ神様が描かれてたり ね、神様が複数いたり宗教チックなんですなんですがアマルナ美術というのはそのまま見たものを写すシャージーツってそういう意味だよねそういう美術ですのでちょっとこちら特徴とともに覚えてみてください同じオリエントと呼ばれる地域なのにメソポタミアとエジプトで全く違いますよね発達した技術もなのでこちら特にこの辺とかねこの辺とかね メソポタミアとごっちゃになりやすいからしっかり分けて覚えていきましょうさあそれでは今日一緒に勉強してきましたメソポタミアとエジプトの文化一緒に確認していきましょうまずはポイントの一点目ですメソポタミアではシュメール人たちが各地に ジッグラトを建設していく神殿と思ってくれと言いましたよねジッグラトを建設していくんだね。さらにエジプトにおきましてはオシリス死と復活の神オシリスの審判に備えて死者の書死んだ人が生前 何をしていたのか死者の書を作成し一緒に埋めてあげるというわけですねでさらにポイントの2点目文字の使用ですメソポタミアではくさび型文字くさび型文字というものが使用されていたわけですエジプトではくさび型文字じゃなくて 神聖文字ヒエログリフと呼びますねさらには民謡文字デモティックと呼びますねこういう文字が使われていたそして3点目技術の発達ですメソポタミアとエジプト似てるから気をつけるんだよまずメソポタミアでは 六十神法が使われたほか暦は月の満ち欠けを基準とする陰一方エジプトは十神法といって。 10を1つの単位としていく主に長さとかの単位に使われていく進法そして暦に関しましても太陽を基準としていく太陽歴なんだよ。なので皆さんがここを勉強するときに一番気をつけなきゃいけない点は何かあれこれメソポタミアの内容だっけエジプトの内容だっけっていうことなんです。 なので非常にごっちゃになりやすいので皆さんはちゃんと地域を分けてしっかり単語を覚えてあげるってことを努力してみてくださいな。